さあ細かいところをつなぐつなぐつながった、サンタナから吉田です。外に開いてカルリーニョス、マークにつくのは若さ、中を見たクロスボール足元、白崎決まりました。先制ゴール清水の白崎、今シーズンリーグ戦での初ゴール。